オレンジレンジの、うん、ちょっと今絵を描いていましてというかもう描いたんですよ。そうですね、描いて今もう納品終わったんですけど、うんうん、これね本当にいい感じの出来でさ、はい、これあのあれでしょ、来月からオレンジレンジが始まるツアーがあって、うん、はい、あのなんだっけ、ワッタでワッタなんとかみたいな、ワッタでワンダーランドじゃなくてそんな感じのね、あのワッタっていうオリオンビールが出している、うん、あれはチューハイですか、あ、はいはい、の、うん、CM ソングをオレンジレンジがやってて、うん、多分それのタイアップっていうか、うん、はいはいはい、それの、うん、ツアーっていうか、あ、そうですね、みたいですね、うんうん、全国12カ所を回るツアーがあって、はい、で11月12月と、うん、なんか2ヶ月間でやるらしいんですけども、うん、その時にこの司が描いた、うん、イラストとかデザインがちょっとお披露目になりますね。前も言ったと思うけど、うん、俺のあのまあ言っちゃキャラクターっていうのはあのなんか似顔絵みたいな要素さね、うんうん、でも似顔絵っていうのは、うん、ちょっとこの人を可愛く何倍か何割増しかに描くでしょ、うん、持ってからね、持って、うん、でも俺の場合は、うん、可愛くっていうよりはその人の個性、うん、そのこの人はこあの例えば目がシュッとしてるなとか、うん、鼻が丸いなとか、うん、いろいろあるさ、うんうん、そういうのを誇張して描くんで、そうだね、ちょっと そこをウィークポイントと思ってる人からしたら、うん、ちょっとがっかりするかもしれない、ね、っていう似顔絵なんですよ、うん、だよね。だからあの彼ら5人も、うん、あのまあもちろん可愛いというかかっこいいですよ、うん、かっこいいんだけど、うん、俺から見たらこういう風に見えるっていう誇張が入ってるんで、あのまあお楽しみにというか ね、うん、やっぱすごくでも愛嬌があるというかさ、うん、毒気もありつつ愛嬌があるキャラクター、しかも似ているときた、うんうんうん、やっぱりなんかね今言ったみたいになんかあのこびてるって言ったらだけど、ちょっと持ってる似顔絵なんてちょっと面白みに欠けるじゃないですか、うんね、だけどそれをまた良しとする人もいっぱいいるでしょ、うん、まあ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 、でもやっぱりそういうのっていうのは、うん、結構あの芸能人とか有名な方は結構デフォルメされてちょっと面白おかしくってたらだけど、うんはいはい、そう例えばマツコ有吉とかのさ、うんうんうん、あるさね、それでちょっと似顔絵みたいに出てくるでしょ、うん、そういうのもちょっとほらあのデフォルメしてるさ、かなり俺あれも好きだっけ、あの、うん、ガキの使い の何メンバーの絵描いてる人いるでしょ、はいはいはい、ちょっとあの裁判とかの時に書かれるやつね、もう浜ちゃんほとんど口みたいな、あ好き好き好きだよね、あんなわけないさ、うんうん、だけどあのめちゃくちゃ誇張してデフォルメする感じが俺は好きなんですよ、うんうん、ね、面白いよね、俺もどっちかといえばそこ寄りなんで、そうだよね、うんうん、面白いと思います、はい、私もそういうのなんか楽しいし、多分あのこのファンの方とかも、はい、そういうのが結構面白いって思ってくれるのかなと思うけどね、だ俺仮に自分、うん、自分をそのキャラクターとか似顔絵とか描いてくれるんだったら、うん、そういう風に描いてほしい、この誇張して、うんうん、俺の顔を、そうだね、もう私なんてもうそういう風に司に描かれまくってるから、そうもうあの自分的にはもう受け入れてるんだけど、うん、あの周りから多分似てるって言いにくいんだろうなと思ったりもするけどこれ似てるって言ったら失礼かなみたいな、そうそうそう、いやでもそんなことないですよって思います、うん、だそういうのが分かる方はね、はい、ぜひあの司にキャラクターデザインの依頼お待ちしております、はい、お待ちしております